競馬、大魔神が激怒、佐々木和弘オーナーと福永祐一騎手の2人の奇跡と確執、離婚。馬主といえば大手企業の創業者や一代で財を成した実業家などが中心ですが、有名人の馬主も多くいます。最も著名なのは歌手の北島三郎さん。馬主生活は60年以上に及び、北三ブラックを筆頭に数多くの活躍馬を所有してきました。他にもタレントの萩本欽一さんが小倉競馬を中心に活躍したアンブラスモア、風水の研究者でドクターコパこと小林幸明さんの所有馬コパノリッキーは中央と地方を合わせてダート G1 を8勝。俳優の小林薫さんは阪神ヒンバステークスを2勝したジョリーダンス。歌手の前川清さんはビクトリアマイルを制した恋歌を所有するなど、活躍馬に巡り合ったケースも多くあります。そしてスポーツ選手では元中日の山本雅さんが一口馬主として皐月賞を制したアルアインなどを所有。他にも横浜 DeNA ベイスターズの三浦大輔監督も競走馬を所有しています。そんな中でも少ない頭数ながら質の高い馬を所有しているのが、浜の大魔神こと元プロ野球選手の佐々木和弘さん。1998年には抑え投手として45セーブを挙げ、横浜ベイスターズを38年ぶりの日本一に導き、 MVP にも選出。2000年にはシアトルマリナーズに移籍し、37セーブで新人王を獲得。フォークボールを武器に日米通算381セーブを挙げた名クローザーです。2006年に馬主資格を取得。現役時代にファンだったハルーワスイートの3区もしくはその血を引く馬を中心に1世代に1頭ないし2頭を所有しています。3区は絶対に購入するという信念のもと、これまでのハルーワスイートの3区は全て佐々木オーナーが購入しています。購入した3区たちの名前を考えているのは、妻で元俳優の榎本加奈子さん。90年代若者向けのドラマに数多く出演。お嬢様、お金持ち役のイメージが強い人も多いかもしれません。そんな佐々木さんと特に懇意にしていた騎手が2023年をもって騎手を引退し、調教師となった福永祐一元騎手です。日本ダービー3勝を含む G1 級勝利は45勝。2010年から2022年まで13年連続年間100勝を継続するなど、日本のトップジョッキーの一人として大活躍しました。これまで佐々木オーナーと福永騎手は馬主と騎手関係なく公私ともに仲が良く、プライベートでは懇意にしている友道康夫調教師を交え、3人で京都の街で飲み歩いたり、レース前には戦術を相談して決めたりもしていました。小馬になって本格化し、重賞で前線するもなかなか勝ちきれずにいた愛馬のシュバルグランに対して、勝てる騎手に変更してみてはと佐々木オーナーに勧めていた関係者もいたようですが、佐々木オーナーは友人としてではなく騎手福永祐一としての手腕を高く評価しており、堅くなに騎手変更はしませんでした。その絆の強さは2016年に福永騎手鞍上で秋華賞を勝ったビブロスが、翌年3月に香港のモレイラ騎手でドバイターフを勝った時も、うちの主戦はあくまでも福永祐一ですと発言するほどでした。今後も佐々木オーナーと福永騎手の絆は揺るぎないものだと思われましたが、一時期その絆が危うくなったのではと思われる出来事がありました。また公式 LINE では回収率 120% 超えの AI 自動購入ツールを期間限定で無料公開しておりますので、ぜひ動画下の概要欄より受け取ってください。2017年の宝塚記念、このレースは1番人気の北三ブラックがまさかの惨敗を喫し、里のクラウンが国内 G1 初制覇を果たした一戦。もちろんシュバルグランも福永騎手鞍上で出走していました。レースが始まると逃げるだろうと予想されていた北三ブラックに代わり、シュバルグランがこれまで見せたことがなかった逃げの戦法を取り、観衆はどよめきます。しかし無理して先頭に立った感じではなく、馬なりで余力を持っているようでした。 1,2 コーナーあたりのラップは 13.1、 これを遅いなと感じた里のクラウンとミルコ・デムーロ騎手はスルスルと外を上がり、前にいた北三ブラックにプレッシャーをかけます。
通常は向こう正面で少しペースを落とし、後半のスパートに備えます。これを息を入れると言いますが、北サンブラックは里のクラウンに影響されたのか、息を入れる間もなく 1000m 過ぎから延々と11秒台のラップを刻み続けてしまいます。これはかなりのハイペースです。福永騎手もセオリーにのっとり、向こう正面で少しラップを落とし息を入れたかったに違いありません。しかしすぐ後ろに他の馬がおり、終始プレッシャーをかけられている状態。結果は直線に入る前に前方にいた馬がほぼ全滅。シュバルグランは8着、北サンブラックは9着に敗れました。福永騎手はレース後、逃げるのもありかと思っていました、スタートよく馬なりで行けましたと発言し、先行力がついて進歩したと前向きなコメント。福永騎手の頭の中には、北サンブラックを任すには北サンブラックの前にいなくてはというのがあったのかもしれません。しかしファンの間では、なぜ逃げたという疑問の声が相次ぎました。この日もレース前、福永騎手、佐々木オーナー、友道調教師の3人でパドックで作戦を練っており、道中は 4,5 番手の位置取りでと結論付けたことを佐々木オーナーが明かしています。しかしレースではまさかの逃げ。佐々木オーナーは、乗り方に関しては雄一が直前でひらめいたらしいですと語った上で、事前の作戦通りに進めていたら、シュバルグランはどういう結果になっていたのか、それはそれで見たかったなと少々納得がいかなかった様子でした。騎手はもちろん、競馬関係者にもあまり口を出さないと言われている佐々木オーナーですが、今回ばかりは消化不良だったようです。その日の夜、佐々木オーナーはどのような意図があって逃げ戦法に出たのか、福永騎手に聞いてみようと電話をかけました。しかしその時、福永騎手は川田優雅騎手など後輩騎手を数名集め、歌舞伎役者の13代目市川團十郎、白猿さん、当時の市川海老蔵さんの自宅で食事をしていました。このことに佐々木オーナーはさらなるショックを受けたようです。レースが終わった日の夜に競馬サークル街の人と会ったり、食事をすることについては何ら問題はありません。しかし競馬界では、大きなレースに勝ったらオーナー、騎手、その他関係者が集まって祝勝会が行われるのが通例で、レース当日には断れない予定を入れないことがマナー、暗黙のルールとされています。もちろん関係者の都合で後日に行われたり、ここ数年は新型コロナウイルスの影響もあったので、限られた人だけで行ったり、お花やプレゼントを送り合うだけで終わったこともあったようですが、コロナ禍前は必ずと言っていいほど行われていたようです。仮に團十郎さんとの予定があらかじめ決まっていたものだったとすれば、佐々木オーナーからすれば、シュバルグランは勝てないから祝勝会もないだろうし、当日に約束を入れても大丈夫と言われているも同然だったからです。一方の福永騎手にも正当な理由がありました。この頃の團十郎さんといえば、最愛の妻小林真央さんを亡くしたばかり、自身の大事な主演舞台も控える中、まだ現実を受け止められない幼い子供たちに寄り添い満身創痍だった頃です。そんな團十郎さんを励まそうと、自身が落馬事故で休んでいた時、お見舞いに来てくれたことへのお礼も兼ねて声をかけ、互いに都合が良かったのがこの日だったようです。團十郎さんも福永騎手らの写真とともに、ありがとうと感謝の気持ちを綴っています。さらに現場記者による新たな情報もあります。前述したように、事前に作戦を決めていたにもかかわらず、福永騎手が自分の判断で作戦を変更したのには、シュバルグランの状態が完全ではない様子に返し馬で気づいたからだそうです。それでもスタートはしなければならない、ならばと馬の気分に任せて気持ちよく走らせた結果、逃げるような形になったとのことです。結局8着に終わりましたが、最有力と言われた北サンブラックが9着だったことを考えると、北サンブラックに勝つための戦法としても、北サンブラックにプレッシャーを与えることにも成功しましたし、あるいは福永騎手の判断云々ではなく、2頭によるワンツー決着となり、コースレコードも記録した春の天皇賞の反動が2頭とも大きかったのではとも推測されます。仮に作戦通りに乗っていても、馬券圏内に入ることも怪しかったかもしれません。その後休養を挟み、秋の G1 シーズンを迎えた競馬界、シュバルグラン、そして妹のビブロスも
秋初戦を迎えることになりましたが、その鞍上に福永騎手の姿はありませんでした。シュバルグランの秋初戦、京都大賞典の鞍上はミルコ・デムーロ騎手、ビブロスの府中牝馬ステークスとエリザベス女王杯はルメール騎手の騎乗が発表されたのです。これを宝塚記念の惨敗と福永騎手の作戦変更に佐々木オーナーが物申したことによる怒りの乗り換わり、2人の間に亀裂が入ったとする声もありましたが、宝塚記念の翌月に福永騎手が通算2000勝を達成した時、佐々木オーナーは週刊ギャロップの連載コラムやインターネットサイト馬人のコラムでも祝福のメッセージを寄せており、その中でうちの馬で雄一がダービーを勝つのが夢、今後もよろしくなどと書いていることからも2人の関係悪化は考えにくいでしょう。シュバルグランが出走予定の京都大賞典と盛岡競馬場のマイルチャンピオンシップ南部杯が同日に予定されており、福永騎手が京都大賞典ではなく南部杯のカフジテイクを選んだ時は一時的に疎遠となったこともあったようですが、これも先に依頼を受けたのがカフジテイクの方であれば、そちらを選んでいても決しておかしいことではありませんし、佐々木オーナーも前述した関係者からの外国人騎手に乗ってもらったらどうだという声に自身の相場のさらなる可能性を信じてならばと応じた可能性も否めません。乗り換わりとなったシュバルグランは短期免許で来日していたヒュー・ボーマン騎手を鞍上にジャパンカップを制して G1 初制覇、その後は6歳での引退を撤回し国内外でレースに出走するも勝利は挙げられず、迎えた7歳の年末、引退レースと決めた有馬記念では久々に福永騎手の騎乗となりました。結果は6着でしたが、最後までしっかり見せ場を作り、ファンもやっぱりシュバルグランの背中には雄一がいないと笑顔でした。時が解決するという言葉がありますが、冷静になって話し合えば簡単に元に戻る内容だったわけですし、ファンや関係者の早合点だったのかもしれません。佐々木オーナーは福永騎手が愛馬の鞍上を離れてからもずっと気にかけており、2020年秋に NHK に出演した時にはこの年の三冠馬コントレールの騎乗を大絶賛していました。福永騎手は2023年3月からは技術長教師として研修を重ね、早ければ2024年から厩舎開業し競走馬を預かるようになります。佐々木オーナーのうちの馬で福永騎手とダービーをという夢は叶いませんでしたが、次はうちの馬を福永調教師に預けてダービーをと変えて、ぜひ新たな夢に2人で向かっていってほしいですね。最後に公式 LINE では回収率 120% 超え、さらに1ヶ月で300万円以上の利益を出した AI 自動購入ツールも期間限定で無料公開しておりますので、ぜひ動画下の概要欄より受け取ってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。